A 決勝に出場しない選手の中で記録の上位8名が B 決勝に進みます。その予選第1組8名全員の出場で行われます。ただいまのは制作ではありません。スタートやり直します。スタートのコールがかかりましたらお静かに願います。アンダー18位男子 110m ハードル予選第1組、第6レーンは京都洛南の浜崎修馬、第3レーンは東京明星学園の西野香取カリック、予選は第2組、第2レーンは京都特に大江志雄、第3レーンは兵庫星稜の松前大学、B ゾーンで行われておりますアンダー16女子走り高跳び、バーの高さは1m69に上がっております。続いての跳躍は北海道札幌萌岩中学大脇琴音、松前大河星稜兵庫13秒92、この時追い風 0.9m でした。競技はアンダー18男子 110m ハードル予選第3組、3レーン5レーン6レーンを挙げて5名の出場です。
アンダー18男子 110m ハードル予選第3組。第4レーンは愛媛彩美の黒田優。スタートしました。予選第4組。定価のレーンは東京高校、小田ジェリミ。第4レーンは茨城竹園の島崎優希。男子 60m ハードル B 決勝。第4レーンは科学技術静岡、山田和樹。
アンダー18女子走り高跳び、神奈川東海大相模高校、小野田瑠奈、1m71は残念ながらクリアなりませんでしたが、ただ一人 1m68 をクリアしまして優勝です。その競技はアンダー18男子 110m ハードルの A 決勝が行われます。この種目のアンダー18日本記録は13秒31、大会記録は13秒41です。それでは A 決勝出場選手を紹介いたします。第2レーン井ノ口浩介、洛南京都。第3レーン黒田優、済美愛媛。第4レーン島崎優希、竹園茨城。第5レーン浜崎修馬、洛南京都。アンダー18男子 110m ハードル A 決勝、第6レーンは東京高校古賀ジェレミー。フィニッシュタイマーは13秒43で止まっています。これまでの大会記録が13秒41。大型スクリーンはただいまのレースの模様です。この後ライブ速報が表示されます。